皆さんこんにちは、性感染症内科医ののりです。アシスタントのナオタムです。お疲れ様です。お疲れ様です。ね、終わりましたねということで早速、はい、今日もいただきまーす。そっちなんすか。ですね、うん、今回は初めて食べるチャーシュー丼です。うんうん、珍しいねこっちはね、プルコギでーす。はい、これいつもこれやまあ、いいっすかね。これね、すごい有名店だよね。はい、あのなんていう店だったの。ローソン。ローソン銀座のローソンですね。はい、毎回の下りたこ焼きね。たこ焼き、すごい。たこ焼きは初めてですね。そうですね、本当に。すみません、皆さん、いただきます。サラダからかな。このサラダからいいか女子か血糖値をね、すぐに上げないように。なるほど。徐々上げ。野菜から食べるといいんですか。そうそう、うまいわ。なんか結構大変で、仕事が朝から結構疲れたからなんかほんとステーキみたいにうまいんだけど、このもうサラダ自体が、サラダの味がわかる。なんで今日院長がちょっと疲れてるかっていうと、うん、実は僕今日密着してるんですよ。それずっと待ってたもんね。僕の発案で院長に密着取材をしております。密着撮影しております。これが回ってる時は回ってないけどね。そうですね、これは回った時ちょっと僕のカメラでやってるんで回ってないんですけど、ただご飯食べてる時もお昼ご飯の時も回してるし、うん、今も回してるんで、ずっと今日一日カメラに撮られてる院長。撮られてましたね。のり先生の疲れ具合がさっきカメラ回ってない時に密着しんどいわ本音が出ちゃってるすごいですね。密着楽しいよ。そう考えると芸能人すごいですね。すごいね。密着。うん、でもやめないですよ。最後まで。なんかもうやめないの、徹底的にやってよ。わかりました。もうありがとうございます。一週間やってよ。密着。一日密着みたいな。僕が持たない可能性あるんですけど。今日話すテーマは。今日のテーマは。うん、こんにちは。ただいま銀座光クリニックでは、受付スタッフ、YouTube 編集者、非常勤士を募集しております。私たちと一緒に明るくて楽しい職場で一緒に働きませんか？当院のスタッフの募集のまたお話です。はい。非常に動画編集者の、はい、あの採用情報、うん、あの今も募集してますけども、はい、非常に反響があって、うんうん、あの YouTube の DM とかではなくて、あの本当に正規なルートから、もうあのバンバン応募いただいてるんですけども、うん、今度はなんと医師の、アルバイトを募集しております。はい大丈夫ですか、これ食べながらで大丈夫です今回は、うん、ドクターの採用情報ということで、はい、そうですね。何か院長の方から、はい、まず最初にまあ、対象ですね。どんなドクターを対象としてるかっていうと、まあ、アルバイト非常勤になるので、まあ、少なくとも初期研修が終わってないとちょっと法律的に無理です、うん、はい、なので、まあ、医師免許を持ってで2年間の初期研修を終えた先生だったら3年目からはもう OK なのでっていうことになります。で本当に年齢問わずで、あと診療科問わず、ね、もう性感染症ってものすごくオーバーラップしているので、当然感染症科とか泌尿器科、婦人科、ね、あと皮膚科もすごく似てるし、あとは内科的な要素もあるし、うん、あと救急っぽい要素もあったり、本当に何でもオールマイティでしょ、うん、総合内科っぽい要素もあったりする感じかな、うん、なのでどこの科の先生でも全然 OK です。まあとにかく一番大切なのはやっぱやる気っていうか、うん、あの性感染症の患者さんを見たいっていうね、で性感染症のその診療をマスターしたいっていう先生がいいと思います、うんうん、だから逆に言ったらもうそれがあれば、その病理の先生だろうと放射線科の先生だろうと別にどの科でも大丈夫というし、でもまあそうは言ってもね、やっぱりすごくやりやすいのはやっぱ最初の挙げた先生たちだとは思います、うんうん、でも僕自身がまあ放射線科出身でもあるし、そのまあちょっと僕ちょっと異色ですけどね、だから最初にまあ民間病院でいろいろ内科的なこととか救急的なことをたくさんやった後に放射線科になってるんで、そういうタイプの人だったら全然やれると思うんですけど、最初から結構こうゴリゴリの勉強してきて放射線科になった先生はちょっとやっぱ厳しいかもしれないけどね、うん、という感じ、うんうんうん、でバイトの特徴としては
いろんなバイトがあるんですけど、ドクターって、まず当直とかはないです、まはい、もう全部外来なんで、クリニックなんで、だからそういうのはないし、あとは、残業はちょっとあったりします。そうですね、患者さんがちょっとバーッと来ちゃうと、なるべく早めに30分前には切り上げてるんだけど、最後に本当に 5,6 人来ちゃうと結構多少残業になります、うん、みんなギリギリで来るじゃん。そうですね、仕事6時半とかにが終わってみんな駆け込みで駆け込みになるから、はい、それはちょっと申し訳ないけど付き合ってもらう感じになります、うん、そうね。あとは、まあ、給与とかはまた採用情報を見ていただいたりとかして、だいたい研修は、まあ、1ヶ月ちょっとぐらいを、目標、まあ、1ヶ月以内に収まれば一番いいけど、うん、まあ、でも週1とかだと1ヶ月って4回しかないので、まあ、しっかりめにちょっと 4,5 回から、まあ、多くても8回の研修は受けてもらうと思います。という感じで研修中から給料が出るとかはあります。いいとこか。で、まあ、本当にそういういろんなバイトがある特色の中で、うん、結構そのね、当職じゃないけど楽してお金を稼ぐっていうタイプでは全くない、うん、一応はちょっと申し訳ないんですけど、そこはもうしっかりと働いてもらって、でもある程度の給与があるよっていうようなタイプの非常勤になります。でも一つ、まあ、魅力としては僕自身がそうだったんだけど、この分野、性感染症の分野でちょっと勉強したいなとか、たくさん患者さんを見てちょっとスキル上げたいなとかっていう場合に、そういうクリニックってほとんどないんですよね。で、結構この大手の、まあ、会社がやってるような性感染症のクリニックもあるんだけど、そういうところって大体泌尿器科とか、あと婦人科の先生を取っちゃうんで、僕みたいな人は結構ね、チャンスもなかったんですよ、はい、そう。で、個人的な小さいクリニックとかってあんまドクター雇わないじゃないですか、やっぱり院長一人ワンマンでやるようなところだったりとかすると、まあそのね、人件費かかっちゃうから、うん、ドクターで通ることはないので、だから僕のそういう経験もあって、僕は僕みたいな人に対してもうちょっとこうチャンスを持ってもらいたい、うん、で、あとは開業を目指す人なんかがもしいればね、その開業のエッセンスっていうか、そういうのもちょっと伝えていけたらなと思う、まあ、まだまだ全然道半ばで大した成功も何もないんだけど、でもここまでさ、クリニックを回していくっていうのは、うん、結構面白いでしょ、内情入ると。そうですね、あ、こういう仕組みでやっぱり売り上げが立って、で、経費がこれだけ抑えられてとか、うん、で、そうするとそれがまた患者さんに還元できてとか、うん、薬の値段がちょっと下げれてとか、仕入れがどんくらいで入ってとか、でも結構面白くない？僕自身すごい楽しいですやっぱり毎日、うん、僕もその現場にいた人間なので、うん、今すごい事務作業をいろいろ事務仕事をですね教えていただいてますけど、いや、すごい面白いですよ、ね、だからあなたはすごく異色の経歴で、まあ、透析の技術さんやってたんだけど、それ以前にね、自分で会社を起こしたりとか、はい、そういうこともしてた人なので、だからまあすごくそういうのが合うっていうのはあると思うんで、うん、だからまあ全然その純粋に性感染症の診療だけが本当にやりたいって言って入ってくれる方も全然 OK だし、あとはそういう後々に全然開業したくて、そのちょっと練習でというか知恵もくださいっていうのはもう全然もうご開放なので、全然ていただいてっていう感じかな。そんなところでしょうかね。そんなところですね。なんかあるか他に。はい、はい、どうぞ。お弁当つきます。お弁当つきます。そうお弁当つきます。ちなみにこれじゃないですよ。これじゃないです。これじゃないです。これはこれも美味しいですよ。美味しいですけどちゃんとデパ地下弁当ちゃんと、はい、ちゃんと私が買ってきてますので、そう、ちゃんと吟味させていただいて、ね、それなんでお弁当出してると思います？突然の問い。僕結構やっぱ最初もともとナータムと出会った、はい、まあそこの民間の病院の、はい、そういうなんか福利厚生好きだったんですよ、はい、だからカップラーメンとかもいっぱいあったし、はい、まあ医局費も多少払ってたのかもしれないんだけど、はい、でもなんかすごいおにぎり作ってくれたりとか。ああ、そうだ、そうあったでしょ、山形県だ。それがちょっと原点ですね。あ、やっぱなんかそういうまかないとか気遣いとかやっぱ嬉しい。確かにすごい評判良かったですよね。うちに来てくれる先生ってみんな若いじゃない、うん、だからまあすごく助かるかなとか、まあ結婚されてる人もいるけど、はい、まあ、それはそれで全然ね、お弁当持って帰ってもらって一緒に食べてもらってもいいしっていう、はい、だからなんかそういうのやってます。今僕のお弁当のセンスにかかってるんですけど。そうなんです。でもデパ地下で買えば間違いないから。でもいろいろやってたじゃん。あ、そうなんですよそうなんですよね。ことこう見ててそうですね、はい、そこにもこう院長からのちゃんと指示が入ってたあります。そう、あります。非常にこれだったら食べたい、これはそうでもないとかね、こと細かく、ここ美味しいから、これちょっと好き嫌い聞いてね、とかね、そう、はい、ちゃんと聞いてます、ちゃんと、もう、はい、今非常勤で来てくださってる先生にもちゃんとこう好みを聞いてて、そうだね、買ってきました。こちらの弁当も美味しいんですけど、デパ地下のお弁当を用意してますのでそうですね。そのくらいでしょ。そんくらいですかね。だからまあ、うちのクリニック自体は、まあ、別にそんなに困ってないじゃない、うん、まあ、普通のクリニックだから別に僕一人ではぶっちゃけいいんだけど、だけどまあ、本当に、なんていうかな、そういう場を提供するっていうのもやっぱ僕の仕事になってくるかなと思うので、せっかくね、まあ、こうやってクリニック一つやってるんで、みんなで盛り上げていけたらなっていうのも当然あるし、やっぱ同志の人を募りたい、
なんて言うんだろう、やっぱり開業医ってすごく孤独で、まあ、開業同士のさね、そういう関わりはあるけど、やっぱしその自分の同僚というかそういう医者もやっぱ僕にとっては必要で、うん、すごく励みになるんで、今まで働いてくれた、まあ、3人のドクターもすごくみんな性格良くて、教えてくださいってねすごく言ってくれて、じゃ一緒にやってこうみたいな、すごくそういうのは僕にとっても本当心が癒されるしいいことなんですよね、うん、その自分の医者のキャリアの中でも大学とかだとさ後輩とかあとは学生さんとかいろいろ指導してくるんだけど、そういうのがやっぱなくなっちゃうんで、開業しちゃうと。だからやっぱり若い先生と、まあ、ああでもない、こうでもない言いながら、あるいは自分が勉強したこととかを伝えるとか、こういう論文あるよとか、まあ、こういう検索の仕方いいよとか、まあ、今日も聞いてくれたりとかして、すごくそういうのは、なんていうかな、出し惜しみ、教えたがりなんで、そういうのは面白いかな、一緒に出ても。真面目すぎるよね、僕ね。梅毒の動画もそうだけど、めっちゃね、なたまに言われるんですけど、いつも。これ43分勉強だらけじゃん、みたいな。でも、やっぱしなんか、正しいこと教えたいし、そうだね、だからそれでまあ、集まってきてみんなでなんかそういう性感染症の患者さんのことを考えていけたらっていうのはそこも、それにスタッフも、はい、スキルアップになると思うんですよ。そう、絶対そうなんですよ。それはやっぱ、ね、そうですね、やっぱり院長が、うん、やっぱ診察をすると抜けがないというか、こう確認してねっていうスタッフも確認してねっていうところがあるんですけど、うん、そこにやっぱりなかなか抜けがないので、スタッフも多分慢心してやってしまう部分があると思うね、うん、でどうして自分のルール作ってるしね。そうですね、うん、多分やっぱりそこで非常勤の先生とか来てくれるとやっぱりちょっとやり方が違ったりとか、そうそう、ね、なんかちょっとね一つの検査が抜けそうになってたりとかして、そういう時にバグが生じるしね。そうですね、やっぱりそこで、あ、これは間違いやすいわとかスタッフが気づけると、そうするとスタッフもその本質が分かってくると思うんですよ、うん、あ、こういう風になったらこうやってフォローすれば、そうですね、そしたら目的にたどり着けるんだみたいな、うん、だから目的までが今一直線でしかないから、うん、それをこういろんな道からも結局患者さんのニーズをの最後掴むのはみんなだから、うん、スタッフとドクターなんで、それすごい勉強になると思う。そうですね、うん、だからスタッフもあとは俺よりも上手なこともいっぱいあるのよ、うん、他の先生たちが俺よりも上手にこう、僕もいつもカルテ見てるんですよ、うん、彼らの、うん、でずっと家でこうカルテ見てて、で、あ、これ上手だなと思うときすごくあるから、うん、こう考えてこう診療してんだとか、うん、でそうするとそれをスタッフも肌で感じれるし、あ、この先生ってこういうやり方なんだ、だから本当にいろんな先生がいるクリニックでスタッフがすごく、あの先生はこう、この先生はこうって、ね、あ、そうですね、なるじゃん、なるんです、そうそうそう、なりますね、コメディカルあるあるやん。そうそう、僕らはそれ分かってるけど、で、ね、でも今のほらスタッフってみんな医療系じゃない人たちがやってくれてるから、ね、びっくりしちゃうと思うけど、でも実はそうやって幅がどんどん出てきた方が、うん、みんながこの診療ってこういうもんなんだっていうね、そういろんな体験ができた方が絶対いいから。そうですね、まあ、スタッフもそうですけど、もうクリニックとして結構パワーアップしていきますよね。そうで、甘えは聞かないし、うん、僕はだからスタッフがちょっと言葉足らずでも、うん、あ、こういうこと意図してんのねって、まあ、僕が作ってるルールだから、うん、だけど本当に非常勤の先生は分かんないからちゃんと口で言ってくれないとってこともあるし、うん、そういうのも含めるとスタッフのレベルアップはものすごくなります。だからまあそういう意味でもそういう投資でもあるよね。そうですね、うん、すごくいいよね。それは全部絶対患者さんに生きるから、何かあった時にやっぱスタッフがこう患者さんをね助けてくれると思います。そうですね、うん、ぜひね、興味がある医師の方いましたらいましたらぜひ、応募フォームからですね、そうだ、来ていただいて、うちのホームページにあるもんね、はい、うん、応募していただければと思います。ということで今日はこの感じでいいですかね、はい、全然食べてないよめっちゃまた喋っちゃったごめんではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画をご視聴いただきありがとうございます。アシスタントのナータムです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。